はい、皆さんこんばんは。ですね、車中泊で、うまくですね、いかなかったこの、チョコフォンデュ用のセットで、今度チーズフォンデュをしてリベンジしようと思っておりますね。お、拍手です。でですね、今ちょっとこれどんぐらい温まっているか、なんかこう火が車中泊の時よりもやっぱ室内の方が強い気がするよね。なんだろうね。夜だからそう見えるっていうのもあるかもしれない。夜やっぱりね、明かりとしてもいいよね。いいですね。うん、あとこの、神々子さんの、ちょっと我が家のおじゃがさん。これ赤芋。そう。でも全然溶けないね。赤い色のあのお芋をちょっと作ってるんだよね。うん、溶けないね。自分で作って。味がすごくいいんですよ。それあとブロッコリー、これどういう風に普通にシンプルに焼いたんだよね。ちょっと焼いてきました。うん、そしたらほら、あの生になってないから、うん、つけたらすぐに食べれるかなと。あとこれはあの鶏肉のあのパスタだよね。そうです。胸肉とあとあれですね、なんていうの、マカロニみたいな、なんていうんだっけ。そうそう、マカロニの、ね、で、かいわれ大根と、あとこれは、あれかな、アスパラかな。うんうん、今日はつるむらさき。あ、つるむらさき。ちょっとね、煮込んでたら色が変わっちゃったんですけど、うんうんうん、アレンジがですね、得意なんですね、神子様。その時その時のものになってるので、これ皆さんおすすめですよ、伊豆ツワイ。長野のあのワイナリーですかね。初めて出会ったのは生ワインで、すごく美味しいなと思って買ったんですけど、まぁ、ちょっと贅沢なんですけどもね。でもこれは1本1000円しないぐらいで、プレスランっていう、もともとあのワインっていうよりもあの加工用のあのものとして、売っていたのが美味しいので、そのままこうワインとして売るようになったみたいな流れがあるそうですけど、これはちょっとデザートワイン風のあの日本のワインらしい甘い、あの美味しいあのフルーティーなワインですね。はい、これあの初めて食べたつるむらさきが入ったパスタってことで怪しんでたんですけど、激うまです。この下に沈んでるタレがなんでこんな美味しいの。これはですね、まあ鶏肉、胸肉なので、うん、柔らかくするためにお酒とかちょっと塩を入れてやったんですが、うんうん、本当はマヨネーズを入れて漬け込めばよかったのをちょっと忘れたので、うん、炒めながらマヨネーズも入れました。それと鶏ガラスープの素、あ、じゃあ鶏も入れ て, て、ね、これ鶏の出汁なんだね、この油分というか。まあオリーブオイル入れ て, もう入って、うん、オリーブオイルで炒めてるんだけど、ちょっとだけとろみがあるのはオリーブオイルとこのつるむらさき、うん、いいえ、鶏肉に小麦粉をちょっとまぶしてそれで焼いたので、それがちょっととろみになってるのかもしれない。これが美味しいんだ、これにつけて食べると、うん、あとは野菜の出汁とかが入ってたりとか、うん、うん、あとは塩コショウと、それから我が家で採れたあの唐辛子が、赤唐辛子がちょっと入ってますね。うん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 、入ったね、うん、それからあとですね、そうですね、あ、最後にですね、これ伝わるかな、本当にお店に出してもいいんじゃないかっていつもね思うようなオリジナルパスタを作るんですよ、はい、今切ったすだちさんなんですが、道の駅で買ったやつね、はい、これをちょっと香り付けにかけてもあります。最高でございます、ありがとうございます。最近安くてハマっているのがこのティーチャーズって、まあ、これコップだけですけどもね、まだですね、今日あたり酒屋に行ったらですね、なんと税抜きだと1本800円ぐらいで 700ml のがあの売ってたんで、まあ、大人買いしてですね、まあ、よく自分のところであの何年も寝かしてから飲むようにお酒ってしてるんですけどもね、ウイスキーは特に。でこれなんですけれどもやってしまいました。今度詳しくご紹介しますが、これあのもう何年かな、15年とか前かな、もう
普通1000円ぐらいでしかお酒は買わないようにしてるのに、あのサントリーのウイスキー工場に行ったらですね、500円ぐらいワンコイン払うと奥の部屋に入れてくれて、他では飲めないレアなウイスキーが飲めるっていうことで、飲んでちょっとだけ飲んでたらですね、限定品が売ってるっていうことで、ちょっとよく素人わかんないんですけど、ホワイトオークっていう樽で作った希少なウイスキーですよっていうこと、これ確か、あ、そうだ、56度ですか。度数も高いのも珍しいですし、その時点で15年経っているものがなんと1万円もしてですね、もうほんと思い切って一生に一度だと思って買っておいたのを、実はついさっき先日開けたんです。で、飲んでいった時に一緒にいた知り合いがですね、なんとですね、ネットでこれを試しに検索してみたら、これ600ミリリットルなんですけど、これネットでは500ミリリットルのものが25万円ぐらいで売ってたっていうのが分かってですね、やってしまったと思って、なんで売らなかったんだろうっていう大ショックなんですけどまあでも一生に一度ぐらい、そういうもう二度と飲めないんですけどね、まあ、うちは1万円で買ったので、めちゃくちゃ美味しいです。飲んだ瞬間、これが番号だよね、うん、飲んだ瞬間もうこれは割るどころか氷も入れちゃいけないって確信したお酒です。完全にロックでした。で、試しにちょっとだけ氷入れたらもう味が落ちるっていうですね、もう気のままで飲むと本当もうありえない美味しさでございますけど、また詳しくですね後日特集でお伝えしたいと思っております。はい、その後なんですけれども、やはりこの弱い日ではチーズも溶けません。しょうがないんでレンジでチンをしてチーズのせフォンデュにして、最高です。やっぱり食べることになりました。今回も敗北です。やっぱりですね、固形燃料をもうちょっと強いパワフルバージョンの固形燃料にしないとダメだね。うん、うん、ちょっと弱いやつ、チョコレートフォンデュ用のだよね、うん、ということで皆さんまたリベンジしたいと思います。お疲れ様です。